みぞのチャンネル、大阪、大阪来たよ。ありがとうございます。よし君は東京から。いや、ほんまっすよ。やっぱり新型コロナウイルスにより、うん、こう、まあ、エンターテインメントもそうですけど、飲食店もね、知り合いのお店どんどん盛り上げていきたいということ で、ね、ラーメンをまず食べたいと思います、うん、食べましょう。大阪にラーメン食べに行かへんってラインが来たんですけど、俺はちょっとやっぱりみそのは行っとんなと。なぜよし君が呼ばれたか。まずスターリーズさんとコラボしようって話になったんですよ。ああ、大食い企画やりたいんだよね。でも女3人やと、うん、全種類は食べれへんかみたいな、うんうん、だから誰か1人助っ人は必ず必要よね、うん、あラーメン担当なの。いや違う違う違う。スターリーズに会いたがってたやん。それは今伝えてほしかったな。本当ですか。やっぱあの恥ずかしかった。恥ずかしい。俺そういうのあの意外とシャイやから。まあまあ、だって「デアタテモロー好きやった」とか言ってくれてたよ、うちには。なんでスターリーズ好きは言われてるの。どっちにするやん。どの芸能人と共演しても別にそんなテンション上がったりとか「てかこの人知ってる?」みたいな「いや知ってるよ」って言ったら「いや俺知らんかったんけどさ」とかが多いわけ。スターリーズさんが幸田姉妹のファンということで「はい、この間コラボしてん」とか「ご飯食べてん」とか言ったら「めっちゃ会いたいねんけど」やばって言ってくれたから。あれ、2018年、見て、ヒノキ2018年、12月18日バー見とったら、お、怖い、この子と思って見つけながらなっちゃいます、うん、ほんで、まあ、その時はね、あの、そのサイトの名前と、うん、タレントとか、スペース、うん、女の子が可愛いとか、いろいろ調べたんだけど、出へんかった。ほんま、だから1年ぐらい我慢するね。めっちゃ好きじゃないですか。おいや、まあ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 、こんなこと言うのも、なんせめっちゃ好きっす。はい、ほんで、みそののインスタ見とって、こうやってみそのとおるとき、はい、で、あれ、あれ、え、あの子だみたいな。あの時のあの子だと。そう、運命知ってんのって言ったら、友達なんだと。そっからですよ、僕は。みそののことを神と呼んでます。よっと前から呼べ。はい、みそのと仲良くなってよかったなって、ここでも思う。いやいやいや、もっと前にあったよ、タイミングは。そうそう、ほんで、いつもよし君が仕事くれたりとか、いっぱいしてるから、自分もまあ仕事を触れる存在にもなりたいなということで、人と人とをつなぐ会みたいにやってますけど、ありがたいです。今回はこの2組をつなげたいっていうのがうちの第二のテーマっていうか、よし君のためにもなるようなことを、いやもうなんやろなって恩返しっていうのはお返しができること。だいぶ大返しですよ、大返し。ああ、ほんまや、ずっと喋っとったよな。見てた人やと。そうそうそう。で、同じ服着てたのよ。2人がすごく性格いいなと思うのは、みそのがプレゼントした服をちゃんと今日着てくれてるあたり。待ってください、待ってくださいね。これ、ゆいが今日着るって言ったの。でも、じゃあ、お前明日何着るって言われてない。これ、マジな話です。で、これ着るみたいな。じゃあ、おそろでこれ2人はキモいなみたいな。で、なんかわざと、なんかみそのさんにもらったからアピールしてるみたいな。そういうのな。でもいちいちそれを言うのもあれやな。そうなんだ、キモいじゃないですか。なんかコマするみたいで。でもほんまに来たかったから、来ただけなんで。たまたまこんなやめてくださいね、それいちいちのこと。ほんまにいつもお姉のファンやねん。だからなあ、ここはレイアップやってもらおうと思って。違いますよ、それは確かにファンですけど、ここだけの話、帰ったら「やっぱ小水さんすごいわ」ずっと言ってるんですよ。ほんま出会いはほんまそう、一人でなんかポエムみたいな飾り出して、すごいですよ、出会いをね、輪を広げてくださって。ほんまにめっちゃ感謝します。芸能事務所キャスティング会社だったりをやりたいから。本当にすごいマジシャンなの。それをまずオープニングで見てもらってもいい？私、手品弁当人生で初めてなんですよ。で、本当にマジックバーとか行きたいぐらい。まあでも一個だけ言うのは、マジックバーなんか行かんでも、マジック見たくなったら僕に連絡くればいい。うわー！ありがとうございます。じゃあちょっと早速なんですけど、はい、僕自分の携帯使うのあれなんで、誰かの携帯借りてマジックやっていいですか？はい、じゃあちょっとここのラーメン、あの今日は貸し切りにしてくれて、ご馳走してくださる古川さんって方がいいですか？古川さんの携帯借りましょうか。頭の中に誰か一人人物を浮かべてほしいんですよ。はいはいはい。まあせっかくなんで、まあ古川さんもじゃあ浮かべていいですよ。おっしゃ。人間か、もしくは歴史上の人物でもいいんですけど、はい、でまあちょっと矢田さんの画面出してみます。一番じゃんけんに勝った人の頭にあるやつを僕が先に打ちますね。点差割りたいんですよ。あ、大丈夫です。いや、分かるよ、点差割りたい。いや、おい、長い長い長い。もう分かった。マジ？いや、絶対ないです、それは。おかしい。分かった。なんかちょっと。もう先僕置いておきます。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どうでしょう。イエーイ。ほらね。ここにね、大きく名前書いてもらっていいか。で書いたら僕には一応見せないで。ちゃんと見て。でも僕は先に言ってました。これ出てたらやばないですか。やばいですよ、ほんまに。一応僕が多分これなんですよ。見えます。え。
でなんですか、なんでなんですか。あ、でもね、僕の YouTube では結構ね、あのマジックをやったらモテるみたいな、うん、マジックのね、種明かし動画結構上げてるんで、もしよかったら見てください、皆さんも。すごっ、帰ったらすぐ見ます。ありがとうございます。スターリーズのチャンネルも結構2人が体張ってるんで、今回みそのチャンネルで本当張ってもらいたいなっていうことで、はい、大食い企画なんですけれども、みそのは正直ラーメン屋さんに食べに行くという人間じゃないから、はい、今日果たしてラーメンを何杯いけるかは未知っていうか無知です。あ、そういうことですね。はい、味噌なんだよしが味噌のチーム VS スターリーズを2人で行きたいです、うん、はい、はい、でも食べれるよね。まあまあ、だって助っ人として呼んでるから。そうやな、いけるとは思う。ラーメン屋さんで最高記録は何杯？だから2杯やで、普通に食いに行ったで。でもだからそれちょっとね、はい、2とかだったら、うん、のすけのうち4杯でブチ切れてんから、全種類食べてみたをやりたいです。なるほどですね。多分1人で行けるもん、それは。え、あ、6種類のラーメンをね出てる。だとしたら、はい、一体女子にしようか。確かに急にイエーイ、やっぱいい勝負がいいから。でもこれ負けたら罰金ですよ。多分うち結構食べれるタイプやねんか、うん、ここがタッグを組んだらもしかしたらもうめっちゃ負けて面白くないかもしれない。なるほど。餃子やったら何個いけんねんって。80個90個。いく。え、お寿司ね、前一人で60皿ぐらい食ったの。いくいく。やっぱりここは別にした方がいいな。よし、うん、VS 味噌のスターリーズにします、はい、イエーイ。ラーメンもこう1人ずつリレーで食べていくんで、はい、こっちのラーメンに合わせてほしいです、そういうことです。順番は、まあ、はい、1番手ラン、はい、2番手ゆい、はい、3番手味噌でいきます。なるほど、はい、一品を後からまず食べるのきついから、逆に一緒に食べたい。ご飯一緒に行けるタイプ。一緒に行きたい。あー、でも全然行けますね。でも俺も行けるね。早食いじゃないですよね。美味しく食べよ、食べましょう、うん、でもランご飯類無理なんで、だからランは餃子とかチャーシュー一緒に行っとく。ヘアメイクのひとみちゃんにメモってってもらうわ、誰がどう何を食べたか。それでは、はい、レイヤンのラーメン、まあ4人でどれだけ食べれるか検証してみたいと思います。 OK、はい、煮干しラーメン来ました。いただきます。ちょっと臭みとか結構ある店あるやん。こんなあっさりしてる煮干しあるんですね。え、めっちゃあっさりです。なあ、お腹減りすぎてうちらは早く食べろよって思ってるやな。そうなんだけど、まあでもよし君が食べたタイミングで2番っていけるんで。めっちゃうまい。うまっ。やばい、マジ食べた。めっちゃ食えるかも。え、なんかラーメンって言ったらここってなりました。うん、でも味わいたいよな。ほんまに美味しい。出来立てやしな。細いから麺が。確かにね、うん、ネギがまた最高ですね。これネギ切りたてっすよね、多分ね。ちゃんとシャキシャキしてる。メンマですか、これ。メンマ、めっちゃ嬉しいです。大きいメンマ切られたんですよ。あ、わかる。え、なんご飯一緒に行くのに、ゆいも一緒にチャーハン行こうかな。チャーハン無理やから餃子ちゃんにしてる。え、待って、このチャーシュー絶対美味しい系のやつですよね。なんか食レポはあんまり私できないですけど、ランから1個もらいました。マジで本気で美味しいです。1本ずつ食べてへんな。1本ずつはやめて。味わってます。さすがです。おやー、え、待って、これ余裕かもしれません。3杯まで。マジで。ちょっと餃子いきます。いや、ラーメン食べろ、はよ。ラーメン先行け。餃子うまい。そのうまい。うまいで。ちょっと餃子残しといてや、マジで。あいつ足でバタイかもしれない。いった遅い。ちょっと待って、エビでかっ。めっちゃうまい。え、いいなぁ。エビでかっ。え、ほんまにうまっ。エビ塩、優しい。幸せかよ。まだいっぱいもらうだけだ。よしくん、なんか一人スタッフ連れてきたやろ、大食いの。あ、そう、まあ、うちのマネージャーみたいな。あっちなんか一人でやってはんねんけど、勝手に。めっちゃ美味しいですな。ね、美味しいですね。普通にいけますね。あれがじゃあマジシャンよしチャンネルに上がるってことだよね。すごいな、ラーメンとさ、ご飯行くってさ。行けますよね。あの、お好み焼きとかたこ焼きの、ね、あ、ご飯行くタイプなんや。はい、汗がふさつかんじゃん。でもあれって関西だけですよね。よしくんは北海道もんな。じゃあ大阪や言うてるの。大阪やってるほんまね、味噌の俺出会ってから10年くらい経つんだけど、これずっとやってくんねん。だって北海道の観光大使じゃなかったわ。向こうで番組の MC やってたからね。へぇ、ちょっと味噌の今食べてるんで黙ってもらって。あー、すいません、すいません。うまい。もう黙っても。そうやね、結局美味しいもん食べてる時ってさ、うん、無言で黙々と食べちゃうよね。うん、うち逆にサヒル抜いたからめっちゃいいもん。あ、食べた食べた。よし、餃子いただきます。餃子めっちゃ美味しい。うんまっ。もうすぐ来たい。もう食べたいですもん、私。煮干しラーメン同じの、同じの。いや、煮干しめっちゃ食べた。めっちゃ美味しい。ずるちょっとエビ。なんか担々麺急にボリュームがあらへん。
うわ、うちこれめっちゃ好きやー。やば、こんなんだん。うまっ。いやー、うまい、バレたんじゃん。これめっちゃうまい。ちょっと待って、担々麺のこのクオリティやばいわ。食べました。若い？27。あ、全然いけるよ。なあ、うちらな、30代でな、胃袋がもう弱ってる状態やから。みそらなんてほぼ40代やからな。あらほやで。担々麺食べられました。ほらチャーハンまだ、餃子まだ、これからいきます。いや、ほんまに小食なんですよ。へぇ、じゃあ次食べたいね、早く食べたいけど、でも待ってる時間がやばい。走ってきていい？そうか、俺ゆっくりやった。走ってこい、走ってこい。食ったやつが言うやつやる、これ。一回走ったらいけんねん。でも大食いのさ、こういう企画の時ってさ、一回も席立ったらあかんねんて。トイレも行った。ご飯後にすればよかった。ご飯が来るわ。自分やで、チャーハンさっき食べたいとか言うたん。だゆいちゃんが言ったことのあれやな、いろんなラーメン屋行ってチャーハン食べるけど量が少ないとこ多いけど、ここは量が多いってことだな。そうです、サービス精神旺盛。そう、そういうことです。頑張ったらダメです。しかもチャーハン500円でこの量やで。それはやばい。大学生からしたらもう最後だよ。この量ってでもね、結構ご飯ちょっと詰まってるんで、ご飯ちょっと3万粒ぐらいあるんですよ。考えたんや、君は。ごちそうさまです。乗せ方が映えなんです。軟骨早期みたいなのが入ってる。うわ、待って、これ一番かもしれません、私。餃子マジでうまいよ。ちょっとチャーシュー行きたいと思います。うえぐい。むしろさん、ご飯食べてください。まだありますよ、あと2通。2通って何？2個ね、2ありますよ。ちょ、汁出し担々麺食べれるんかな、彼の家だけど。いや、そっちはやめえや。いやけど、めっちゃうまそうやなと思って。いや、うまいよ、うまかったよ。ゆいが汁出し担々麺行ってくれないと、うちもう一回担々麺行こうとはなんねんか。白湯ラーメンだった。食べたことないけど、人生で白湯ラーメン。ファイタンってごめん、あれ。あ、ファイタン。LINE のクーポンで味玉プレゼントしてもらえるっていうファイタンで、これ蒸しといたんですけど。来てよ。わ、見て、トロトロやで。よっしゃ。半熟、いい黄身の色。いや、これやばいですね。トロントロントロンですよ。ね。はい、餃子完食しました。ちょっと待って、これもう途中からちょっとルール変更しようか。よし、じゃあ、ここから残りのやつね。残り2種類ください。じゃあ、何ですね。うまそう、これも。え、何このパン。麺がしっかりしとる。大食いの人っていうのはやっぱりデカ盛りとかが多いから、同じ味。確かに食べなあかんし、あと食べても食べなあかんわけ。確かに。でもうちらは出来たてを食べれるっていうのと、ね、いろんな味、うん、結構よしくんまだ、まあ、あります。私と同じぐらいあれば。ひろみちゃん食べて、結構見るし絶対。じゃあなんかもう腹減りすぎても朝7時ぐらいから寿司40貫食うっていう。やば、それは強すぎます。でもさ、アフターディーズもさ、言うわけよ。ちょっとご飯入れといた方が食べれますよ。あ、でもほんまにそうです。私はあなたの新幹線代払ってますから。その東京から大阪まで4段。そうやって別に自腹で帰るって言ってました。え、止まってますよ、手で。うん、みんな、みんな喋らへんから回しに入ったって。あー、そういうことやろ。食べるというのがメインなの。おもろすぎ。ちょっと食べますね。うん、食べて。ありがとうございます。いました。いただきます。ごちそうさまです。はよ、ほんとにしまった。あ、カラーに無理なんだ。あ、私はもう行きますけど。あ、じゃあカラーに無理だ。多分ちょっとやばいですね。でも女の子ってそれぐらいだもんね。ですね。うちしかもいい日もな、食べる。これすごいね。これいくら？これで500円は安すぎるって。え、絶対会社員のこととかパッて来た時とか食べれますよ。これ別に950円1000円ですよね。うん、まあアメ村近いやんか。はい、三田公園とか、はい、若い人がちゃんと気軽に来れるような値段設定にしてんねんな。確かに。しかもラーメン屋さんって大体ラーメンがメインやからミニ丼って多いじゃないですか。多い。あ、わかる。だからもう4分の1ぐらいなんですよ。うまっ。しかもさ、上のやつ乗ってすぎやって。ちょっとでご飯何杯でもいける系のやつあるやん。うわ、ん、うわっ、うまいよな、担々麺。辛いやろ、やっぱり優位にしては。お名前チャーシュー。はい、じゃあ一緒に食べようね。企画変わってきてる。デート企画か、大阪の。どう、ヨシ君のスタッフはどんぐらい？今5杯目です。すごい。ラーメン、うわ、6杯いけんじゃん、一応全部。やったの。1品除けば、1品除けば1対3ってきついな。ラーメン立て続けに行けばよかった。最初の1杯目で俺めっちゃうまいって言ってご飯と一緒に食っとったから。それ誰が言ったんでしたっけ？あー、チャンユイかな。チャンユイ、チャンユイ、チャンユイのせい。
った結果、これなんですよ、私も。もうサッカー増えてきたよね。増えてしょ、増えてのすけってね、うんうん、あんなに細い体で4食べて、ほんで、みそら、あんたほんまによく足らへんなって言ったら家帰って、お前、東京帰ったら謝れよ、まず。あのよし君でさえ4やったわって言ってるから。確かに。でも次はもう違う人を呼ぶからな、ゲストでみたいな。で、呼ばれたのはよし。で、同じ4杯で止まってますね。バンドくん、ギブアップ、だいぶやばいっすね。ただちょっと頑張りたいな、この前にあるのだけは。作ってもらったものは残したらあかん。これは残したくないですね。食ったで、お前か。ゆい、一番すごいと言ったのか。水の早めやん。水の勝負一人ですな。いや、うち丼行ってもうたから。丼行ってへんかったらもう一杯ラーメン行ってたよ。あ、おー、ここのお店ウーバーもやってるんですね。あの、すいません、もしよかったらここのね、あのホテルの場所言うんだよ。今回やり取り言うたら、味噌のスターリーズがまずやり取りしてます。で、味噌のヨシがやり取りしてます、はい、で、味噌のここのラーメン屋さんでやり取りします、はいはい、うち YouTube のスタッフもつけてないし、マネージャーもつけてない、はいはい、全部一人でやってるんですよ。まあ聞きますよね、何杯ぐらい食べれるかとか。ああ、リサーチ、まあ、はい、そうですね。で、なんでよし君は、まあ、10杯は食べれるって言って、10杯、俺の大食いのスタッフも連れてくからって言いましたよね。なのでうちはごめんなさい、もうめちゃくちゃ食べてしまいますと。あ、申し訳ないって話ですもんね、言ってやったわけですよ。だから張り切って今回準備もしてくれてるわけですよ、うん、ただね、僕はね、やっぱお店にも聞いてたって、あんまり食べ過ぎて店のままなくなったら明日から営業ができなくなると。な、このご時世ですし、それも考えてわざと残してるっていうのもある。いやいやいや、一だけバリ出した。いやいや、だってな、ラーメン代もな、払うよって言ったのに、はい、わざわざ大阪の俺の店にまで来てラーメンを食べてくれるだけで嬉しいからって言って、スタッフのラーメン代もかかってるし。そうですよね、それも快くいいですよって。で、うちらは何やったらもうご飯も別にごちそうにもなってるし。そうです、なりました、なりました。なんかそのお礼をしなあかんのに。そうですね、やっぱ残して帰るっていうのはもう失礼、失礼極まりないです。今回うちのヘアメイクさんも協力して今食べてくれてるし、顔ぐらいあんの、うち一人で行きましたから。ほら、聞きました、自分の顔が小さいっていうのをアピールしてますね。違います、この量をマジで伝えたい。大阪は安いうまいやもんな。そうやな、サービス精神旺盛だ。だからやっぱ関西っていいのよな。お前やな。いや、なんであんたら汁なしサンダー行きますって言った。それだ、うちに任せとけばよかったよ。お前それだ。ごちそうさまでした。食べた？はい。いや、皆さんマジですごいです。マジですごいです。いや、素晴らしいです。やっぱりちっちゃいのに。そう、ちっちゃくてよく食うな。ちょっと待って、あの、餃子なに？よし君どこじゃない、餃子じゃない。え？嘘は NG やからな、うち。食べてないや。一個一個餃子食べてもらって、それ4つ食べたよ。一個食べましたよ、餃子。一皿やっぱ完食しないといけないんで。いや、やし、俺餃子食ったみたいなの何？感じ、うん、親からもその根拠のない自信出すのもありやっていう風に育てるから。あ、親から育てられたよ、そうやって。はい、ということで、もう二度とヨシ君とスターリーズとは絡まないことが決定。嫌だー、嫌だー、嫌だー、もう味噌は怖い。今食べきれなかったチャーシュー丼とチャーシュー盛り合わせチャーハン、ね、持って帰って明日の朝にでも食べてください。多分今日の夜中、いや今日の夜中食べます。多分ストーリー載ってると思うから。なんかもう2時間後ぐらいにお腹すくんですよ。せーの、ごちそうさまでした。イエーイ、お疲れ様でした。スターリーズとよし44チャンネルと、はい、そのチャンネル同じ日の同じ時間に同時公開いたしますので、はい、その日から約1ヶ月間はみそのチャンネル見たよっていうだけで番組来るよ。はい、じゃあみその